はい、おはようございます。2018年2月の5日10時33分です。この枠はすべて匿名コメント、キツネ枠になりますので、自由にコメントしていってください。僕にアイテム投げると誰だかわかるので、誰だか教えたいなっていう人はアイテム投げてもらえると、僕は誰だか把握できます。よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。おはようございます。はい、どうもどうも、おはようございます。おはよう。どうも。はい、ワドツ。あ、早速使ってんだ。トリオツっていうのはね、さっきの枠で使う、さっきの枠の終わりで使うんだね。とりあえずお疲れだから、トリオツっていうのは。トリオツの使い方が4、5、3違うね。次枠行くときの終わりに使うのは、とりあえずお疲れだから、トリオツだね。ネットスラングって難しいよね。自分の命が尽きそうです。なんで？はい、わざつ。みんなおはよう。相談もしよかったら、放送に声が乗っかって構わないんだったら、電話かけてきたら相談乗るよ。声、録画と声乗っちゃうから、プライバシーだけ自分で守ってもらえたら、相談は乗りますよ。おはよう。ハイバック俺のだよ。マイバックです。これ俺のバッグ。マイバッグ。一生もので買ったね。おはようございます。5号は孫子。何号って枠前に変わる？そう。号数は枠のたんびに変わるね。狐枠だから、匿名だから、誰が誰だか分かんない。私が死んでもお墓の前で泣かないでください。ああ、千の風になってか。コメントした順番だね。そう。号数はコメントした順番。そうだよ。合ってるよ。孫子と仲直り、いや、仲直りも何も、なんかすげえ叩かれたから、一回話はしたいけどね。なんであんなこと言ったのか話してみないと分かんないから。俺は全然枠で話そうよって言ったんだけど、前は普通に話してたんだけどな。なんか急にすげえディスられて。まあ別に本人と話していいよ、全然。もともとずっと古い付き合いだし。俺がね、ニコ生の、アカウントが初めてバンになった時に、俺のアカウント使えよって言って、ステアカあるからって言って、助けてくれたのが孫子だったんだよね。まあ、ビーンズ仮面っていう名前だったんだけど。そうで、その裏で仕事するって言ってたから、あ、手伝えること手伝えるよとか言ったんだけど、なんかその生活保護不正受給のアイデアくれとか、そんなこと言ってないのに、俺なんかすげえ嘘つかれて、なんでそんなこと言うのっつって、なんだかんだ言ってもお前の配信を待ってる俺がいる。ありがとう。これは別に全然直接配信外でも別にいいから、損しちゃったら。あ、そうそう、写しって言って。そう。女の子だとすげえ可愛いんだよ。平野綾可愛いよね。写しはね、女の子。小倉優子もそうだね。男だと間抜けだけど、女の子はね、すごい、写真映えするから、写し多いんだよね。
目が寄ってる女の子は可愛いんだよね。男はダメだよ。平野綾ね、すごい可愛くて、女優アイドルの走りだったのに、なんかビッチぶりがバレて干されたよね。ロンパって男の方目離れてる方かっこよくない？女の人もミステリアスじゃん。男で目が寄ってるのはちょっとなんか情けないっつうか、なんか奇形児っぽくなるっていうか。平野綾ね、可愛いなと思って好きだったな。でもダメだったね。ただのやりまんだったね。こんなに美人な声優とかいなかったもんね。声優アイドルの走りだよね。そう、デコビッチって呼ばれた。おでこが広くてビッチだからデコビッチって言って、なんかオタク層からすごい支持を受けてて、でオタクはほらヤリマン大嫌いだから裏切られたっつってすごいアンチ化しちゃったんだよね。可愛かったよね。だからその持ってる客層と合わなかったんでしょ、あのキャラクターは。そのしかも結構ね、過激な発言が多かったんだよね。そのオタクが嫌いだったの、平野綾自体が。もともとその女優とかやりたかった子だから。ああ、もったいなかったよね。お客さん離れちゃったんだよね。バッグの色塗り替えてないよ。あのね、財布とか、まあ財布も新しく買ったんだけど、あの飴色になってくっていうかね、色が深くなっていくのね。オイル塗ると深くなるの。ここに傷があるけど、こういうのもここあるじゃん。ここに傷あるの分かる？皮ちょっと剥げてる色があるでしょ。ここにオイル塗ってみようか。分かる？傷があるでしょ。この傷が味に変わるんだよ。ミンクオイルっていうのを塗るんだけど、手に取ってここの部分傷があるの分かる？ここに傷があるでしょ。ここにこう塗り込むと、まあ、色がこう味が変わっていくというか。艶を出していく。あ、ラナパを使うのが正しいね。あの、なんでかっていうと、あの、ミンクオイルって浸透がしやすいの、動物性のオイルだから。だから植物性のラナパっていうのを使うのが正しい。あの、硬い皮使ってるから、あの、バッグとかだとね、柔らかくなりすぎちゃうんですよ。これはあえてミンクオイル、クタクタにしたくてミンク使ってるんだけど。アド工房順調だよ。うん。いや、深い色になってく。あの、くれないっていうか、朱色っていうか。最初、タグがついてるからそれ見せようか。これが買った時の色。オイルを使わないとこの色。で、オイルを塗るとこうなってくから。これ全く同じ皮で作られてるのね。これが買った時の色。これはオイルあえて塗ってないのよ。
それが1年使うとこういう色になる。どっちが好き？全然違うでしょ。オイル使うの使わないの。どっちが好き？これはオイル使ってどん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 深い色にしていくのが好きなんだけど。そのオイルはどこでも売ってるよ。東急ハンズだろうがネットだろうが。これがオイル塗らない時の色ね。全然違うでしょ、色合いが。まだね、物ができてないからね。革製品も作りたいけど、そんな余裕がないかな。事業に手広くやる。色が濃くなってくんだよね。で、光を帯びてくんの。だから、もう全然違う色になるはずなんだよね。まあ、使えば使うほど良くなるのを経年劣化って言うんだけど、経年劣化。ランドセルありがとう。ヘルツ3つ持ってる。ああ、いいっすよね。ヘルツはいいブランドっすよね。これは財布とこのバッグの2つだね。経年劣化を楽しみたい。オイル塗らないダメですよ、革製品は。1年でもうダメになります。ペレモルヒダとかアニアリーとかバッグ好きで。ごめんなさい、わかんないですね。僕バッグ詳しいわけじゃなくて、なんか営業マンっていうか社長やってる時にこう一生もののバッグが欲しいなと思って、20年後息子に譲れるカバンって言って、2、30年持つカバンって検索したら出てきたんで、ポルコロッソっていうね、ネットサイトで販売されてたけど、そこの大元のメーカーがヘルツだっていうことに気づいて、でヘルツのカバン欲しいなって、10年越しぐらいのこう欲しかったアイテムなんで、これはもう一生このカバン使いますね。ごめんなさい、わかんないっすね。もっと茶色く見えた。真っ赤ですね。革に関しては日本のメーカーで結構優秀なところがあるからな。シルバーに関してはね、なんかまだまだこう日本らしさを出せるかなと思って、勝負できるかなと思ってんだけど、革に関しては俺、日本のメーカーはすごい頑張ってるからいいかなと思ってる。配信向いてないかな？やめた方がいい。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてって。アニアリは日本製じゃないのかな、わかんない。向いてる？ありがとう。嫌なことばっかり言われてかわいそう。まあまあ、それも仕事だからさ。反対意見の人もいるよ。1億円っていうよ、心の余裕はなくなったな。億万長者になるっていうのは諦めてはいないけど、今言うことではないかな。ちょっと、現実から離れたっつうか、まあ、あの時は月収100万いって1億円っていう段取り、こう、夢が一歩近づいたかなとは思ったけど、まだまだ遠いな。まだまだ遠いな。心が、優しい心は気分を良くしてくれる。なんか、その使えば使うほど良くなるっていうものが好きなんですよね。そのカバン昔から持ってるでしょ。リスナー飽きてるんじゃ。リスナーさんが飽きてる。わかんないな。リスナーさんが飽きてる、カバン。最近配信やってる。なんかね、夜中に起きてることが多くて、それでね、時間がずれてただけ。このカバン6万っすね。このカバン6万。ハンドメイドで2ヶ月ぐらいで作ってくれるよ。これで6万ぐらい。まあ割安だと思うけどな。物がいいから。すごくいいメーカーで。
悪口言ってた。ああ、まあまあ、しょうがない。恨まれる商売だからね。そうだね、赤いね。まあまあまあ、どういうふうに思われるかコントロールができねえからな。終わりかな。まあ、終わりなのかな。軽くないですね。2キロぐらいありますね。まあ、稼いだら稼いだ分だけ使うタイプかもしんない。メガホンありがとう。配信向いてないよってよく言われるよ。なるほど。悪口すら言われなくなった時が本当の終わりか。アイラさんはなんだかんだいつも褒めてるから見に来ました。ありがとうございます。アイラさんのリスナー、アイラとはもう古い付き合いなんですよ。アイラの方が全然先輩で、なんか昔から気があったんだよね。くだらない配信者の凸が多い中ね、なんか気があったんだよね、アイラと。ずっと仲いいね、アイラとは。メガホンありがとう。おはようございます。いつまで配信してるの？引退しろよ。引退、配信に引退とかなくない？自分で勝手に始めたんだから自分で勝手に終わるのが普通だと思ってて。引退とかないと思うけど。まあ自分でやりたいだけやるよ、俺は。配信好きだからね。うんこ5個、実は9個見つけてたんだよね。実は9個見つけてた。今さんの指輪ね、号数を聞いてるんだけど、何号で作ったらいいのか分かんなくて。で、どうしよう、どうしようと思ってたんだけど、朝比奈がね、ツイッター見たらね、9号だよって今ツイートされてたから、あ、朝比奈9号なんだと思って、9号で作っちゃおうと思ってるね。朝比奈がツイッターツイートしてて、今、たった今見つけたから、もうこれで作っちゃう。9号だよ。たまたま偶然朝比奈のツイート見つけたから、新やつにあげるの？もうどうしたらいいか分かんないんだよ。金梅さんから連絡来ないから、指定がないと作れないからね。あ、ありがとう16号さん。配信者の立場とリスナーさんの立場に強い弱いってあんまり関係ないような気がするんだよな。どうなんだろう。俺はあんまり、なんか、ただ人間と人間が、こう、お互いの意見言い合ってるだけだから、どっちが偉いとか、どっちが強いとか、あんまり好きじゃないかな。立場が強い弱いで、あんまり考えたことなくて、逆にそこを気にしたくないから、こういう仕事選んだっていうのが俺の考えなんだよね。一つ前のやつが良かった。サムネ。一つ前のやつ、どんなやつだっけ？ドクロのやつ？一つ前のやつって。ちょっと待ってね。これが良かったのかな？これかな？一つ前のやつ。これ？これが良かった？これ目立たないんだよね。これは自分で作ってないよ。まだ自分の作品はまだ完成してない1個も。まあ、俺はこのサムネ今気に入ってるからこれでやってくよ。
まだ完成してない。だって、このプロジェクト始めたの、先月からじゃなかったっけ？おはよう、解放。おはよう。まだまだこれからだよ。そうそう、アクセサリーブランド立ち上げるのが夢だったからさ。のんちゃん元気だよ。映画は一生のうちに一本撮れたらいいなっていうぐらいの感覚かな。まあ、それ結構だいぶ前から言ってるんだけどね、いつか作りたいっていう。そうだね、不特定多数の人に見られるのがね、配信者だから、まあ、いろんな人がいろんな意見持ってるんで、まあ、反対意見の人もいっぱいいますね。しょうがないですね。まあ、リスナーさんは何言ってもいいんじゃないの。言論の自由があるし。ワード2、風船100個ありがとう。おはようございます。ワードツー。ワドの囲いって貧乏人ばっかりだよな。口だけでアイテム投げない。まあ、そう言われちゃうと心苦しいっすね。なんだろうな、確かに音ずれるな。
なんでこんなことになってんだろう。バツって音切れるな。あ、音切れ。はい、音2。ハートありがとう。昔から和道の囲いはナマポって言われてる。まあ、リスナーさんの悪口はやめてくれよ。見てくれてる人がさ、好意で見てくれてんだから、なんか、そういうのはやめてほしいかな。なんか気持ちよく見ようよ。気持ちよく見ようよ。別に生活保護の人も見てくれてもありがたいじゃん。晃之助騙した。誰晃之助って。訪れ実は3ヶ月ぐらい前から気になってる。なんか曲の終わりでしょ？ループしてないね、確かに。ちょっと待って。本当だ、ずれてる。なんだろう、これ。なんだこれ。これはずれてるな。本当だ。ファイルが壊れてんのかな。ちょっと後で対処しておくわ。ありがとケツの小説が合ってないのか、その再生してるソフトがダメなのか。ずれてるね、バツってね。もう気づかなかったな。確かに。いや、減らってない、減らってないよ、全然。大丈夫、大丈夫。減らってないよ。最近、和道さん、ハマり、ありがとう。トムさんの枠、よく見るんですけど、抽象する米書く人いるんですが、どうやって対峙できますか？ブロックするしかないんじゃないかな。そうなんだ、解放じゃないんだ。申し訳ない。生ポですいません。いやいや、謝んないで。見てくれてるだけで俺はすげえ嬉しいよ。ありがとう。クール花火ありがとう。ありがとうございます。花火2つありがとう。誰だろう。ありがとう。あざっす。あざっす。いや、まあ、だから、見る、配信者を選ぶ権利があるのはリスナーさんだからな。配信者を選ぶことができるのはリスナーさんだからな。喋り方、声に癒される。ありがとう。俺別に人のこと騙そうなんて思ってないよ、正直。頼まれてみてやってんだわ。金もらってるからな。え、なに？俺のことを潰すのに金をもらってるってこと？ん？誰かに依頼されてアンチコメ書けっていうふうにお金をもらってるってこと？頼まれてやってる。アイテムに桜なんかないよ。スルメね、美味しかった。スルメ美味しかったよ。本当に投げてくれてる人がいるんだよ。そう、桜なんかないよ。失礼だよ、それは。投げてる人に。
なんでそんな人のことを疑うの？狐で花火投げてくれる人がいて、それを桜だって言ったところで何にもならないじゃん。桜いないよ。俺はだから誰が投げたか書いもう表示されてるからわかるけど。もう狐がメインだね、今。なんで桜だと思うの？アイテムはさ、釣られるとかじゃなくて、その好意で投げてくれてるわけだよ。リスナーさんがその、なんだろう、釣られるとかじゃなくて 応援したいっていう気持ちで投げてるのよ。いや、アイテムは欲しいよ、俺は。勝率も上げたいよ。そのために頑張ってやってるんじゃないの？おいっす、おいっす。いらっしゃい。冷凍庫で3億冷やしてます 冷凍庫に3億入らないよ。おいっす。俺はまあ貧乏だね。釣り花火なんてやったことないよ。ニコ生のユミンチョ、ああ、はいはい、ありがとうございます。初見さん。ユミンチョさんから、ありがとうございます。なんか噂になってました。なんて言ってました？あ、ミーレっていうドイツ製の冷蔵庫。あ、だ、日本製の冷凍庫だったら3億ちょっときついな。1000万って結構でかいんですよ。これくらいあって。1億の束が入るか入らないかなんですよ。日本製だと。あ、じゃあ、本当かもね 日本製の冷蔵庫に3億は入らねえだろうって思ったけど。あ、定期ありがとう。定期ありがとうございます。誰だろう、定期やってくれた人。ごめんなさい、匿名枠なんで誰かわかんないんですけど。定期ありがとうね。毎日、これ20着持ってるよ。噂にはなってないのか。嘘つけるぐらい器用だったらいいんだけどね。噂にはなってない。悪魔のキューピーさんからだいぶいただいたけどね。今はもらってないですね。LINE してる？リスナーにアイテムの件。花火投げてる人に聞いてごらん。俺、アイテムの件とか全然 LINE とかしてないっすよ。すげえ塩対応で有名なんだよ。花火投げたことがあって、俺からお礼花火来てないでしょ。ここに花火投げてる人がいるから聞いてごらん。お礼なんて一個も来たことないよって。逆に怒られるよ。花火投げてる人お礼のなんて来ないでしょ。ひどいやつだから俺は。多分コメントで書かれるよ。挨拶なんか来たことねえわって。だって悪魔のキューピーさんにそれで怒られたんだもん。礼儀がなってないって。花火投げたことありますが LINE はいらないです。来てないでしょ。来ないですって、ほら。LINE しなくて有名だもん。花火投げたことあるけど LINE 来たことなんて一回もない。ほら。すいません。逆逆。花火投げるやつ全部桜。本当に、逆に塩対応で有名だから。ワドドだから、ワドド。個人情報で商売なんかしてないよ、俺。携帯でもアプリインストールしたら配信できるよ。お礼はないわ、アホ。でもお礼なんていらんわ。すいません。風船ありがとう。すいません、なんか。リスナーをバカにしすぎ。バカになんかしてないよ。
どうしてそう思ったの？俺がリスナーさんをバカにしているって思ったのは、どういう行動とか言動からそう思ったの？リスナーさんをバカにしてないよ、俺。ね？すいません。ありがとう。ハートココありがとう。そういう目をしてるってこと？リスナーさんをバカにしてる目をしてるってこと？すべて目に出る。だから囲いが離れていく。ありがとう。風船ありがとう。桜はいないでしょう。もっと配信見てたらわかる。風船ありがとう。言うこと変えないで。メガホンありがとう。メガホンありがとう。参ったね。風船ありがとう。旅の資金で俺花火なんか募ったこと一回もないよ。リップ塗った。これはそうですね。アスペルガーと ADHD ですね。風船ありがとう。トゥクトゥクするのは便所太郎さんだよ。バセリンっていうやつ。バセリン。障害ですね。はい。薬は今飲んでないですね。片付けられないとか、まあ散らかりやすいかな。でもまあそれは別に発達障害じゃなくても、発達障害でも別になんとかなるんじゃないかな。いや、僕はコンサートでもストラでもないですね。頓服でね、何飲んでたっけな。ハルシオンと睡眠薬と、あと、名前が出てこないな。なんだっけ、名前が出てこないですね。ごめんなさい。あ、持論ですね。自分で代役ですね。
ああ、61号さんごめんね。狐はね、そう、匿名枠だから。向いてるか向いてないかじゃなくてやりたいんだよね、俺は配信が好きだから。向いてないかもしれないけど好きなんだよね。発達障害のね、症状は人によるんで一概にこれっていうのは説明できないですけど、僕は聴覚過敏とか統合失調症とかが併発してますね。中卒ですね、はい。俺もともと地の色は茶色なの。暗いから普段見えないけど、もともと目めちゃめちゃ色素薄いの。俺目の地の色が茶色なの。あ、ハートとバーガーありがとう。統合失調症も併発してるけど、たまにひどくなると出ちゃう。今は出てないよ。あ、カラコンしてるみたいだよね。実際に会うとね、目の茶色、色素が薄いのすぐわかるよ。配信だとね、わかりづらいけど。不良品の不良かな。悪って意味の不良じゃなくて。ごめんね、35号さん。閲覧数が減ると累計合計が5増えるということあるの？あるよ。あるあるある。現状聞こえたことはありますよ。はい。パニック障害持ってるね。わかんない、のんちゃん。結構寝てる。66号さんいらっしゃい。配信で、はい、生活させてもらってますね。ありがとう。アイテムが飛ぶと閲覧下がる。あんまりそこは気になったことがないな。おはよう。そうですね、ギリギリなんとか生活させていただいてますね。津川雅彦に似てる？精神保健師っていう人が誰なのか分かんないですね。月収はまあアルバイターよりもちょっと色つけたぐらいですね。
あ、ありがとう。風船と花火ありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。あんまりアイテム無理しなくていいよ。うん、ありがとそうかな うん。あ、花火60発に3万円か。すごいね、稼ぐね。毎日3万円稼ぐんだ。トレさんすごいよね。うん。苦しくても頑張ってるよね。俺はね、言語性 IQ は高い方だから、喋る、アウトプットする方は得意かも。インプットが苦手だね、ちょっと。シルバーアクセサリーやってますよ。はい。あ、そうなんですね。ギター最近弾いてない。もう配信ではやめてくれってクレーム多いからやめたよ、ギター。ギター弾いてないね。あ、そうだったんですか。ギター弾きたい。でも、ギター弾くと閲覧減っちゃうからさ。一日でね、この前が最高記録でね、120発近くと大花火20発近くいただきましたね。奇跡みたいな日でしたね。はい。不安がないって言ったら嘘ですけどね。まあ、自分で選んだことだからね。自分で始めて、自分で選んだことなんで、しょうがないっすね。はい、頑張るだけですね。
ニコ生が懐かしい。でもニコ生はちょっとね、去年少し帰ったけど、ニコ生自体はもう変わっちゃってたよ。あの頃のニコ生はもうないよ。いや全然本音だよ。なんか悲しいなと思って、ありがとう、フォローありがとう、よろしくお願いします。眠たいわけじゃないよ、うん、ニコ生人が少なかったのと、やっぱなんだろう、全体的になんかこう勢いみたいなのはなかったかな。ふわっちの方が今ニコ生っぽいよ、どちらかっていうと。減らってるわけじゃないんだよね、なんか悲しいなと思って。な人たちっていうかね、俺はね、ネットの中のなんかこう、ネット民の原住民って呼んでるんだけど、もともとネットをやってた人のなんかこうサブカルチャー的な雰囲気がスマホの普及でなくなったかなっていう。ピュア民が増えたんじゃなくて、そう、ネット原住民だけじゃなくて、やっぱり普通の人が使うようなツールだから、やっぱりそこは差は出るかなっていう。うん、俺は働いたら負けだなんて言ったこと一回もないよ。働くことはいいことだってずっと言ってるよ。そうそうそう、アンダーグラウンドさがなくなったよね。よろしくお願いします。8年前はまあ原住民、この生放送に関しては原住民でいいんじゃないの。ゲームはやらないね。そうそうそう、スマートフォン勢、うん、天気いいね。のんちゃんとドライブ、少し遠くに行きたいな、温泉とか行きたいな。ありがとう。風船ありがとう。ハートありがとう。俺も温泉大好き。温泉いいよね。あ、バラバラだね。でも30代以上かな。うん。20代の人は本当にごくわずかで、10代は皆無だね。
どうだろうね。まあ30代超えた人が楽しむコンテンツかなとは思うけど。ああ、雪が降ってた。へえ。珍しいですね。あ、おやすみなさい。あ、40代、3、40代の人多いですね。どうだろう、うまくいくかな、自信ないな。60代の方なんですか、大先輩ですね。ありがとうございます、見てくれて。あ、30代。花火大会まだですね。そうだね。あ、ランニング、いってらっしゃい、頑張って。俺も頑張るよ。ありがとう。花火大会は俺がやるんじゃないよ。リスナーさんが開催するんだよ。50代。ああ、ありがとうございます。前半か後半か。ああ、年齢は関係ないっすよ。家でじっとしてるって。今ジム通ってますよ、僕。ジム通ってますよ。コラボ？いや、とつまちはずっとやってるから電話かけてきていいよ。まあ捨て頃があるからね、頑張んないとね。ハゲてきてる。ああ、いらっしゃい。あ、風船ありがとうございます。あ、亜鉛飲んでますよ。あと、イソフラボン取ってる。コラボ配信ね、俺パソコン配信だから通信が悪いんだ。だから LINE かけてきてくれるとありがたい。風船ありがとう。キツネがね、コメント書きやすいんだって。キツネが楽しいって。僕はとつまち全然論破全然いいですよ。
僕のことに、放送に対する意見とか、僕のことを否定する人は突で受けますよ、僕は。ありがとう、2号さん。そうだね、マンスリーどんどん下がってるね。コラボっていうのはコラボ枠を開いてほしいってこと？コラボ枠を開いてほしいってこと？ 27 号さん上がってくるの？コラボ枠に。うーん、疲れてるって言ったもんね。稼がないと 27号さんがコラボ枠に上がるの？コラボ枠に27号さんが上がってくるの？凸ではダメなの？ LINE の凸では。コラボ枠がいいの？頑張るよ、ありがとう。じゃあ今あげるよ。LINE は敷居高いの？コラボ枠にすればいいの？じゃあ今設定変えるね。じゃあ皆さんお疲れ様です。コラボ枠にします。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。